猿が三匹。一つはカラカ。そなたもこの元老に迷い込まれましたか。そして使命を持ちここを出たがっている。ああ、それならば屏風に書かれた猿たちを捕まえなされ。さすれば巫女様のお声がかかりましょうや。紫着物の猿は見る猿です。目がよく遠くまで見え、よく気がつく。尋常なら近づく前に姿を見られ逃げられてしまうでしょう。ひどく臆病な猿です。ゆえに代々着物の猿は言う猿です。目も耳も特に良いということはないのですが、人を見れば大騒ぎして猿たちは見、あるいは人を、緑着物の猿は耳がよく遠くまで良い。尋常なら近づく前に音に気づく。ひどく
臆病な猿ですゆえに。ああ、ここは大抵静かですし、ある意味仏様の悟りに近しい。そんなふ、ああ、そういえば、かつてあなたと同じくしばらく猿たちを追いかけていたと思い、そなたが猿たちを捕まえ、
Thank you.
許しください。あの子たちはただ私を守ろうとしてくれただけ。なれどそれはかなわぬようです。目を閉じてください。奥の院にてお会いいたしましょう。